父ちゃん、ちょっと衣装の後ろを見てくれる？ちゃんと着られてるかな？どれどれ？うん、バッチリだよ。とっても似合ってる。あなたもそう思うよね。陽ちゃんとルビーちゃんが作ってくれる衣装はみんなに似合うようにデザインしてくれてるから、着るのがいつも楽しみなの。ルビーもみんなが着てくれた姿を見るのがすっごく好きなんだ。みんな可愛いよ。衣装に袖を通すと気持ちもギュッと引き締まりますものね。練習着とは全然違うよね。でもちゃんと動きやすいように工夫されてるのもすごいなって感心してるよ。会場に入るとライブ当日って感覚がじわじわ自分の中に広がるずら。本番前にあなたに会えて嬉しいずら。さすがは私のリトルデーモンよね。いち早く会場に駆けつけてくれたことは褒めてあげるわ。今日はとびっきりシャイニーな私たちを見せてあげるから、最後まで思いっきり楽しんで応援してね。ステージの上から全力で盛り上げようってずっと準備してきたから、きっと楽しいステージになるよ。今日のライブでは応援してくれるあなたやみんなへの感謝の気持ちも伝えたいと思ってるんだ。いろんな曲を歌うけど、サンキューフレンズはその思いがぎゅっと詰まった歌なの。初めて聞いた時、ルビー、目の奥がジーンと熱くなっちゃったんだ。メロディーが優しくて、歌ってるうちに自然と感情がこもっちゃうずら。繰り返し歌いたくなる曲よね。優しい気持ちが胸にあふれて心があったかくなるの。ライブの後に聞いたら、またみんなへの感謝の気持ちが募って泣いちゃうかも。その時は私がギュッてハグしてあげようか。ナイスアイディア。カナンも歌ってると気持ちが高ぶっちゃってみんなのことハグしたくなっちゃうのね。その気持ちとってもわかるわ。この歌にはいつも応援してくださる皆さんやあなたへの感謝はもちろん、アクアの皆さんへの感謝の気持ちもこもっていますものね。会えてよかったって、時はチカちゃんの顔が真っ先に思い浮かんじゃうの。私、チカちゃんに出会えなかったらここにはいなかったから。私もそうだよ。ここにいるみんながきっとそうなんじゃないかな。改めてアクアのリーダーチカちゃんには感謝だよね。うん、ルビーもずっと憧れてたスクールアイドルになれるなんて今でも夢みたいだもん。マルもこうしてみんなと大きなステージに立てる自分がいるんだっていつでも夢みたいずら。でもこの夢はずっとずっと覚めない夢なの。打天使ヨハネの名にかけて誓うわ。アクアの9人がこうして揃っているのって奇跡みたいな出会いだよね。私たち3人のアクアの時には想像もできない未来でしたわ。でも今の9人のアクアは私たちにとって最高のサプライズで最高のプレゼントよね。アクアのみんなもあなたも応援してくれるたくさんの人たちもみんな不思議だけど確かな絆でつながってるんだよね。うまく言えないけど十分伝わってるよ。チカちゃん、私本当にチカちゃんにみんなに会えてよかったよ。ルビーもすっごくそう思うから、今日は心を込めて一生懸命歌うね。客席のあなたにもしっかり届くようにマルも声の限り歌うずら。ヨハネは歌声と合わせて直接脳内にも届けてあげる。私たちの歌声が今日のステージだけじゃなくて遠く離れたところで応援してくれているみんなにも届くように歌うわね。聴いてくれた人たちに元気を分けてあげられるように明日からも頑張ろうって気持ちになれるように歌うよ。歌い終わった後でもまた思い出してもらえるように気持ちを込めて歌うね。あなたの心の一番深いところに届くようにとびっきりシャイニーな歌声を届けてあげる。皆さんに感謝の気持ちを込めて私たちの集大成をお見せしますわ。みんなの思いがいっぱい詰まった曲だから本番も楽しみにしていてね。そういえばチカちゃんはどんな気持ちで歌うの？私はね、思ったまま喋っていいんだよ。チカちゃん、私はみんなが大大大好きって気持
ちをぎゅーっと込めて歌うの。アクアがこれからもみんなに大好きって言ってもらえる、応援したくなるスクールアイドルでいられるように、愛してもらえるように頑張りたいから。そうだよね、私もアクアもあなたもみんなも大好きだから、大好きって気持ちもいっぱい込めたいな。マリーも同じ気持ちです。みんなへの感謝とラブをシャウトしちゃうかも。言葉で全部を語るのは難しいですが、この曲にはそれぞれたくさんの思い入れがありますわよね。一言でなんて絶対言い表せないよね。歌ってるうちにいろんなことを思い出しちゃうし、スクールアイドルになる前のこととか、なってからの毎日とか、本当にいろんなことが頭に浮かぶずら。素敵な曲だから気がついたら口ずさんでるんだけど、本当にいろんな思いが詰まってるよね。この気持ちの中の感謝だけでも絶対届けたいな。一人で聴いていると魔力の回復が早まる気がするわよね。今日のライブの後には忘れられない一曲になるわよ、リトルデーモン。他にもいっぱい練習してきたから、あなたの心にたくさんの音が響いたら嬉しいな。ダンスやフォーメーションにも注目してね。どこにいても見つけられるように思いっきり踊るよ。曲も歌詞も衣装もステージでのパフォーマンスも見どころ満載ずら。クックック、あなたの動体視力でヨハネをどこまで追えるか試してあげるわ。全力でついてきなさい。9人みんなで作り上げてきたステージだから、あなたに楽しんでもらえたら嬉しいな。チカさん、キョロキョロしてどうしたんです？緊張してきましたか？ううん、緊張はしてるけど、改めてこうしてみると今日の会場って広いな、大きいなって思って。この会場がいっぱいになると思うと圧巻よね。どれだけのリトルデーモンが集まってくれるのか楽しみだわ。集まってくれた人たちがステージに注目してくれる、そう思うと絶対楽しんでもらわないとって気合が入るね。そうだよね、お客さんでいっぱいになった客席を想像したら緊張よりも楽しみになってきちゃった。チカちゃんは今日のライブもずっと楽しみにしていたのよね。うん、私スクールアイドルが大好きだから、アクアとしてステージに立つ時間が最高に幸せなんだ。緊張でドキドキしてるけど、ルビーも楽しみなんだ。今日も最高のライブにするからね、頑張るビー。マルも毎日の練習で成長した姿を披露するずら。今日のライブに合わせてハードな練習も乗り越えてきましたものね。ようやくステージに立てると思うと笑顔になってしまいますわ。あなたが応援してくれたからここまで来られたんだよ、ありがとう。私たちアクアはこれからもずっと成長していくから、見守っていてね。あなたには今日のライブのその先まで見てほしいの。きっとすごく素敵な景色が見えると思うんだ。そろそろ行きますわよ。皆さん準備はよろしいですか？Of course! 早くステージに立ちたくって、とってもエキサイティングな気分なの。私もステージで思いっきり踊りたいな。あの広いステージを目いっぱい使っちゃうよ。じゃあみんな